皆様こんにちは、パンフルート奏者の大塚進です、今日はですね、たまたまですねある方より、楽器の修理を依頼されましてですね、でその修理を依頼される楽器がこの楽器なんですけども、この楽器とですねこの私の、自分の作ってる楽器とですね、たまたまいい機会ですのでですね、ちょっといろんな意味でですね、比較して、皆さんにいろんな音色とかですね聞いてもらおうと思ってこのビデオを作ります。すると後でですね、前回もやりましたけども、以前にもやりましたけども、一つまた実験でですね、その一つの竹の元々の管を使いまして、これを、カットしまう吹く場所、歌口あるいはその反対側も含めてですね、カットをした状態とその元に戻した状態をねセロテープでつけたり貼ったりできるような状態にしましてね、またちょっと実験をしてみたいと思うんですが、まずですね、この修理を依頼する楽器の紹介なんですけども、この楽器はね大変作りは丁寧ですね、綺麗な楽器だと思います。でこのメーカーはですね、オコルソーという、製作者というかねメーカーだそうです。でこのオコルソという楽器は確かね、私も詳しく知りませんけど、名前は聞いたことも もちろんあったんですけども、イタリア人でしょうかね、イタリア人でスイスで活動されている、制作者のようなんです。でその方の、ね、楽器をちょっと依頼を受けましてですね、いくつかの管がちょっと音がねうまく出ないというか、そういう修理できるかできないかっていう話でね、とりあえず依頼をいただいて楽器を今手元に見せてもらってるんで、ちょっとこの楽器をねといろいろといろんな意味で、ちょっと検証してみたいと思うんですが、ちょっと簡単に音を出してみましょうね。普通にね、普通に音は出ると思います。で出ない音もありますのでね、ちょっとやってみたいと思いますけども、プーブ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 ー、これちょっと出ないですね。これちょっと出ない。低音の方も、ドそれからレ、このドとレの音がですね、ちょっと空気が抜けてるようなので、管を取り替えるなり、なんか、もう一回空気漏れをね、防がなければいけないと思うんで、どっか割れてるのかもしれません。それはね、後でやりたいと思うんですけど、もう一回音をね、G 管で、普通のノーマル的なね、ノーマル管のその、3オクターブの楽器だと思います。ちょっとこの楽器についてですね、いろいろと音を出したり確かめたりしてみたいと思います。でまずですね、まず、最初にやりたいことはですね、ちょっと、別にこの楽器をねちょっとクローズアップで、ビデオで撮ってみましてですね、どんな特徴があるか、どんな削り方をしているか、どういった楽器かをねちょっと見ていただきたいと思いますので、それちょっと、見てください。次のような楽器でした。はいはい、この楽器が、オコルソーの、楽器です。実際の今映像で撮っておりますけれども全体像です。ちょっと表側を見てみます。はい、このような楽器です。まず、材質はこれは、よくわからないんですけど、多分、篠竹のような、同じような種類の篠竹的な材質だと思います。基本的に、良い材質を使っていると思います。すると、一つ良い点はですね、この台の部分、周の部分ですね、これとても丁寧に作業されておりまして、美しく仕上げられておりまして、一つ、チャームポイント良い点だと思います。それでちょっと肝心のですね削り方についてちょっと見てみたいんですけれども、まずこれがですね正面からほぼ正面からですね、内側から外側に向かってこうやってこういう状況で撮っているところなんですけども、特徴というかですね、どういうふうになっているかというと、一つはですね、結構深掘りですね、深掘り、深くえぐっているんで、その真ん中の部分が
くぼんでいるというかですね、正面から見たときに、缶の中央部分がくぼんでいるという、まあ、これは一般的に今世の中でよく見かける楽器の一般的な削り方で、私も以前はこのようにしておりましたので、これはこれでこのようなのはよくある形なんですけども、一応そういう特徴がありますね。それからもう一個注目してほしいことは、ちょっと近くで見てみますけれども、これ一応正面からね、ほぼ正面から撮ってるんですが、内側の向こうにですね、外側の壁面っていうんですかね、外側の壁がよく見えているということで、これは内側が深く掘ってあるわけです。ちょっと横から見てみましょうかね。横から見てみますと、まあ、こういう状況、こっちからもいいかな、こういう状況、これはほぼこうですね、これ撮ってるんですけども、内側が深く掘ってあって、外側の壁が見えているという状況です。こうですね。でこれもね、一般的にだいたい世の中こういう楽器が多いと思うんです。で私も以前はこのようにやっていたんですけども、まあ、これは、まあ、好みとか慣れとかもあると思うんですが、私から言わせてもらうと、まあ、ちょっと間違った削り方かもしれません。逆にですね、外側から、これ外側からね、こうやって眺めて見てるんですけども、ほぼ正面から、今この方部、これ正面の角度でしょうかね。やはりですね、深掘りなので、真ん中の部分が、それぞれの缶のね、中央部分が、まあ、くぼんで波形になってるわけですね。で、向こう側は当然内側は見えません。内側が深く掘ってありますのでね、内側が見えません。まあ、そのような特徴の削り方です。ちょっと上から見てみましょうかね。上から覗いてみますと、このような形になっておりますけども、まあ、缶の肉厚は、まあ、普通ですけどね、若干薄めでしょうかね。でそれから、特徴的なのは、まあ、低音管から高音管、もちろんどの楽器でもだんだん細くなっていくんですけれども、その低音管の、なるに従っての太さの割合がですね、相当大きいんですね。で結局、相当低音に行くに従って、太くなっている傾向がありますが、これ顕著に出てるんですけども、それぞれの管にふさわしい太さというかね、長さと共鳴するためにいい太さがあるわけなんで、その何ですかね、レンジが共鳴するレンジがあるんですけれども、それは一番慎重に選んでいかなきゃいけないところなんですけどね、まあ、それ後で実際の音を出して検証してみましょう。こうですね。それからもちろん削り方というのが、音色と音色と音色ですね。音色の部分が一つ大きな要素になりますし、それから吹き方ね、実際の吹き方、それから半音操作、そういうところでですね、どのように削るかによってすごく大きな違いが出てきますので、それも後で、検証してみたいと思います。それからもう一個特徴としましてはね、こうですね。まあ、深掘り、手前が深く掘ってあるってことと同時にですね、わかりますかね、その、こうしたのがいいかな、縦長というか、その、深く掘ってあるだけではなくて、かなりですね、縦の方にも、縦にも深く、よく削ってあるので、なんていうんですかね、上の方に行くに従ってね、壁面が薄くなるわけですね。そしてちょうど唇が当たる部分に関しては、かなり絶壁というか、その、なんていうんですかね、厚さも薄くなって内側の柔らかい部分が、出てきてるわけですけれども、なんていうんでしょうかね、縦に深く掘ってる、だから板の厚さが薄くなっている、まあ、そのような傾向があります。でこれも、世の中の一般の楽器としては、一般的なのかもしれませんけども、実際の演奏のためにはですね、これがベストではないということは後でまた説明したいと思います。ということでね、とりあえずこのオコロソの楽器、ざっと見てみました。あ、それからもう一個だけね、台の部分、周の部分が、これはとても美しく、丁寧に作業されているんで、すごくいいところなんですが、一つ大事なことはね、その板の厚さですね、そのもともとの、その周の部分の板の厚さがね、結構薄いんですよ。これは何ミリかな ?2 ミリか3ミリくらいかな、ということはですね、その薄い板同士で接合されているために、この、その、なんていうんですかね、接合部分がね、どうしても面積が少なくなりますから、
この角の部分です。この部分ですね。この角の部分がですね、なんていうんですかね、角張ってしまうわけですね。だから、箱のような状態で、作られております。で、これはですね、私のような演奏する人間からしますとですね、実際に手に持った時にですね、右手で持った時に、ちょっとフィットしないわけですね。で、これは実は私の作ってる楽器の場合は、割と厚めですね、5ミリくらいでしょうかね、5ミリくらいの厚さの板を最初、シューを作りまして、台を作りまして、それをね、削ることによって、後から削ることによって丸みを持たせて、手で持った時にね、フィットする、この部分なんですけどね、これはフィットするように、作ってあります。これはとても大事なことでね、実際に演奏するときに、その手にフィットするかしないかって、とても、まあ、微妙な感覚で大事なところなんですけどね、その点ではね、この楽器は、ちょっと板が薄いので、接合部分が、こうやって船の底みたいにね、その角がありますので、ちょっとフィットしないという点はありますね。まあそういうことはあります。ということで、また後で実際の音で出してみたいと思います。はい。はい。ただいまですね、このオコルソの楽器のですね、ちょっと細かい、削り方とかについてですね、見てもらいました。で、大体どんな楽器かね、見ていただいたと思うんですけども、で、いよいよね、これからその音を出してみたいと思うんですが、まあ、パンフルートという楽器は本当に、結局一つ大事なことは音色っていうんですかね、その結構息をたくさん使いましてね、全身を使いまして、しっかり吹き込んで、もうできる限り十分に鳴らす楽器なんですよね。非常に何ですかね、その結局歌と同じように歌と同じような楽器、結局はね、一つはそのいかにしっかり吹き込んで十分に鳴らせるかっていうのが一つ楽器のね、まあ一番大事な、なんていうんですかね、見る点というかポイントというかですね、それがまず大事だと思うんですね。それともう一つは実際に吹いた時にそのちゃんとその半音操作も含めて、ちゃんと吹きやすい状態で削ってやるかっていうその削り方なんですね。で結局はその音色と削り方っていうことが大きな要因だと思います。で、ちょっとこれでやってみますけどもね、まずこちらのオコロソの楽器でちょっといくつかやってみたいと思います。結局ね、息を吹き始めて、どこまでクレッシェンドできてね、どこまで結局その、まあ、フォルテでダイナミックですね、どこまでその大きなダイナミックで吹けるかっていうのはね、一つ大事なポイントだと思います。ちょっとやってみたいと思いますね。まあこの楽器の場合、まあ、低音から順番にやってますけども、まあ、普通の状態で吹き込んでみて、ここからね、だんだん息を増やして音量を上げて、どこまで音量を上げられるかというと、まあ、できるだけやってみたいと思います。もう一回いきますね。で、ある段階に行きますと、どうしても音がひっくり返りますから、その、倍音が立ってきますね、音がひっくり返ります。まあ、そこまでね、その倍音が立っちゃうまでの間で、どこまでその幅を取れるかってことなんですね。これはお腹からね、本当に横隔膜から全身で吹くものなので、結構その全身の息ですね。で、ドとレはこれちょっと空気が抜けてますから音が出ませんからね、ちょっと省きます。これ省きます。で、2ですね。限界というか、そのこの範囲の音の中で演奏できる楽器なわけですね。では、ちょっと私の感覚ではね、ちょっとこれピッチが高いのかな、ちょっと若干高いんでしょうかね。この大きな楽器は私が普段吹いてる一番ノーマルな楽器なんですけど、ちょっと音が高いかもしれませんね。では、もともとの調律のこともありますからね、これはまあちょっと音程の違いをちょっとご了承悩ましてね、響きとか音色についてね、聞いてほしいんですけども、これですね。では、私の楽器を吹いてみますけども、まあ、このような比較をする場合にですね、ついつい手前味噌でね、自分の楽器がいかにいいかってことをついつい無意識のうちに誇示したくてですね、その吹き方を加減したりとかですね、その意識無意識的にそのちょっと差をつけようということがね、
あり得るかもしれませんので、まあ、自分としてはできるから客観的にね、客観的に、なんですかね、その市場を交えずに演奏してみたい、吹いてみたいと思います。でこの後ね、実際にこの持ち主の方にね、両方お送りして、試しに両方吹いてもらおうかなと思っておりますのでね、まあちょっとできるか、要するに、こっちで吹いてみますけども、いかにどこまでね、そのピアノの状態からフォルテ、フォルティシモまでね、いかにその幅を取って、十分に吹き込めるかっていうことなんですよね。もう一回じゃあやってみましょうかね。では、ちょっと音程はちょっとこっちの方がまだ低いかもしれません。ここまでですね。だから、ピアノからね、ピアノから入りまして、ここまでですね。ちょっとこれは今ビデオで録音してますので、本当の響きがなかなか録音できなくてね、ある程度言っちゃうとリミッターでその制限されてしまうんでね、本当の音量差とか響きの差はなかなかビデオではお分かりにならないかもしれませんけども、まあ、ある程度分かると思うんですね。ピアノから入りましてね、ここまで、これひっくり返りますから、そこまでがねこの楽器のダイナミックのダイナミックレンジになるわけね。同じ勢いでちょっとこっちは吹けないんですけどね、これがこの楽器のダイナミックレンジです。だ、いきましょうか、こうですね、だ、手加減してませんから、本当にしっかりと横隔膜からね全身を使って吹いてます。でこちらの方はドットレイは出ませんので、これはちょっと省きますけどね、一応私の方の楽器を吹いてますけど、見いきますよ。どこまでのダイナミックレンジがあるかというと、これ省いて、ミ、
ように膨らんでません、膨らんでませんので省きます。ミからいきますね。その上のオクターブの音を出してみましょうか。これはなかなかいい音だと思います。軽やかで、ね、いい音だと思います。音は綺麗ですけども、と音量が足りないですね。まあ、高音の方が、ベターというかね、この低音と高音を比較した場合には、高音の方がベターみたいですね。お聞きになってどれだけお分かりいただけたか分かりませんが、ちょっとそのビデオの機械がね、そのビデオの機械のそのリミッターがありますので、どれだけ違いが分かっていただけたか分かりませんけども、まあお聞きになったような、音色です。でこれは皆さんがね、ご自分で耳で聞いて判断していただければと思うんですけども、しそれに実際ね、まあ、私の方に自宅に置いていただければ実際のこちらの楽器吹けますので、試奏できますのでね、音色をご自分でいくらでも確かめていただくことができますが、私は実際に演奏の場でね、まあ、しょっちゅう演奏させてもらっている立場で申しますと、まあ、もちろん自分で作って自分で納得いく楽器を作ってるわけですから、まあ、自分の楽器に関しては、まあ、ベストではないかもしれませんが、今現時点ではまあ、かなり鳴らすことができて、ダイナミックレンジがありましてですね、思う音色ですね、低音から弱い音から強い音まで結構出せる楽器なわけですね。でそれに対してそれと比較しましてね、ちょっとこのコロソさんの楽器をちょっと吹かせてもらいましたが、まあ、率直な、今インプレッション印象としましては、まあちょっと響きが足りない、その音量のリミットがあまりにも低いというかですね、ある段階行っちゃうと音がひっくり返って、それ以上もう音が出せないという、要するに楽器としての限界でしょうかね。限界のそのリミットというのは、まあ残念ながら、お聞きになっているような楽器でした。それで、高音に関してはね、まあなかなか良かったんじゃないかなと思いますが、まあそれにしてもちょっと、音量が小さい、弱いです。そのパンフルートっていうのはね、最近はよく皆さんいろんな耳でね、レコードで CD とかでステージでも聞くと思いますけど、大体はですね、どうしてもマイクロフォンで一回録音しまして、ミキサーの方で集めていろいろ調整したり、あるいはリバーブをかけたりね、ライブの演奏におきましても、実際の演奏におきましても、一旦そのリバーブかけたりね、音量を増やしたりマイク集めたりっていうことをね、やってるのが一般的だと思いますが、
一般的な傾向だと思いますが、まあ、自分自身はね、それはやっぱりできる限り避けたい、まあ、生のね、生の実際の響きでね、実際の響きで空間を響かせて、いかにその波動を伝えられるかっていうところをちょっと今自分としてはね、大事にしている部分がございましてね、やっぱりそのマイクを通さない、リバーブを通さない、そのミキサーを通さない、生の音でどれだけ勝負できるかっていうところが結構大事だと思ってるんです。そういう点からしますとね、ちょっとこの楽器は、そこまでは使えない残念な楽器でした。でそれでね、まあ、これは自分私 の, その手前味噌かもしれませんし、ちょっと自分 の, その主観とかその、そういうのも入っちゃってるかもしれませんから、あとは皆さん実際にね、機会がありましたら実際に吹いてもらってね、確かめていただければと思うんです。でその違いについてね、ちょっといくつか、分かることというかね、こうであろうということをですね、話させてもらいますが、一つはまずね、楽器のマテリアル、材質なんですよね。材質がまず第一段階というかね、そのファーストステップとして何を材質にするかっていうのは、まあ、大事なわけですね、一つね。でその後、次の段階としましてはですね、じゃあ、どのそれぞれの管に対してどのくらいの太さね、どのくらいの太さで、選んでるかっていうことがもちろん大事なわけで、これも楽器の制作者のですね、なんていうんですかね、好みというか技量というかその腕なんですよね。要するに それぞれの管に対して、ね、どのくらいの太さの管を選んでるかってことは、これが2ステップ目でしょうね。から次の段階としましては、じゃあそれをね、どのように削っていくか、まあ、これが最終的なその仕上げというかね、どのようにそのカットしていくか削っていくかっていうところがね、その第3ステップだと思うわけです。で結局マテリアル1から2としては、管の選定ですね。から3としてはそれをいかに最終的に削っていくかって、その3つのステップなんですが、まずマテリアル第1ステップ、マテリアルについては、こちらはね、分かりませんけど、多分ね、見た感じとか触った感じ、重さとかではね、マダケ、すみません、マダケ、間違えました、シノダケのような、シノダケ的なね、材質じゃないかなと思うんです。悪くないんですよ。なかなかその点ではいいんですけども、だからシノダケ的な響きというかね、柔らかい感じはするんだけど、ちょっとパワーにかける、シャープさにかける、力強さにかけるっていうところがあると思います。でこちらは、私の使ってるのはマダケなんですけどね、よりシャープで力強くて、なんていうんですかね、まあ、表現の幅はあると思っております。から次セカンドステップね、管の選定なんですが、先ほどもそばでね映したビデオで撮ってみたんですけども、ちょっとだけね、要はね、こっちはね低音の方がねかなり太いんですね、相対的にね、かなり太くなってます。で一般論としましては、一般的にはね、太い管ほど、力強く吹き込むことができるんでね、太いほど力強い太い音が出るっていうのは、これ一般的にあるはずなんですが、なぜかこの楽器の場合はちょっと低音が鳴りませんのでね、これはいろんな理由があると思うんですけどね、どっちにしても一つの音に対してその太さが大体ね、この辺っていうのは一番共鳴する場を大体共鳴するところがありましてね、それを制作者が選んでいくんですけども、ちょっと私から見るとね、ちょっと低音の方に関しては、ちょっと太いのかな、太すぎるのかな、でその割にはちょっとその共鳴しないというところが残念なところだと思います。なんだ偉そうなこと言ってるとおっしゃるかもしれませんが、これ実際に吹いてみたらそうなんでしょうがないですよ。音程はちょっとまだ調律が低いからね、こっち低いですけど、全然違いますでしょ、そのズーンという響きが違いますでしょ、そのもちろんピアニッシモ出せますよ、こっちもピアニッシモ出せますけど、もちろんこっちも出せます。でもここからこの幅ですよね、この幅が大事なわけです。どれだけその表現の幅を出せるか。で話を進めましょう。3つ目、要はね、削り方なんですけども、削り方によってですね、2つのことをコントロールっていうか、その変わってきます。で1つはね、その今言ってる基本的な響き、基本的な音色、基本的なその全体としてのその響きというか音色とかね、それに関して削り方は大きく左右します。それからもう1つね、削り方によって左右することは、その
半音操作を含めた、ね、吹きやすさ、その認識のしやすさ、認識のしやすさでしょうかね、この触った時にね、その感を認識するわけですけど、その認識のしやすさってとても、ね、大事なんですよね。それに対してこの削り方っていうのはね、とても大きな、要因になるわけですね。でいかにうまく削るかによって、いい吹きやすい、あのミスの少ない楽器になるか、あるいはどうしてもね、その吹きに分かりづらい、吹きにくい楽器になっちゃうかっていう違いがあるわけです。で、それから半音操作も含めてね、いかに半音を滑らかに出すかってことも含めて、あるわけなんですけど、でこれについてね、先ほど、私がその最初にね、最初の方で、別のビデオで撮りましたね、そばで見てどんな削り方をしてるかってことで一応、説明しましたけども、簡単に言いますとね、まあ、繰り返しになりますけど、ちょっと深く、かなり深く掘ってますね。で深く掘るってことは、内側もね、外側も深く掘ってますけども、まあ、世の中のね、一般的な、なんていうんですかね、どこでもある楽器、大体そのような傾向があるみたいなんですけどもね、まあ、残念ながら、これは私から言わせてもらうとね、間違った削り方なんですね。間違った認識に基づくね、間違った削り方。で、なぜ間違ってしまうか、これはご自分でね、制作者、あるいは演奏者がね、実験すればいいんですよ。ちゃんと自分確かめて検証すればいいんですけど、どうもそれがね、なかなか検証してないのかなって、思い込みで、このように削ればいい音が出るんじゃないかなっていうところでね、やっちゃってるんじゃないかなと思うんですけど、後でね、またそれについて検証しますけどもね、実際実験してみますけども、深く削ってですね、こうやって見ますとね、波になったわけ、要するに真ん中の部分がね、深く掘れてるわけですけど、この状態というのは、まあ、あまりよくありません。うん、後で実験しますけどね。でこれは基本的なね、理科の中学校高校の理科の実験で、パイプね、ガラス管とかでパイプでそれを、長さを変えてね、いろんな音を共鳴させて出すっていう実験やったと思うんですけども、あの時ね、その管がね、スポンと切ってれば、とりあえずスポンと綺麗にカットしてればね、とりあえずその長さに関してはどこでも均一ですから、とりあえずよく共鳴するわけなんです。でもしね、ちょっと想像してください。その実験する管がね、デコボコしていて、あるところでは深く折れて、あるところでは長くて、そのデコボコしたような管をね、使ったら共鳴しやすいかしにくいかってことはですね、普通に考えれば、まあ、実験するまでもなく分かるわけで、とりあえずね、基本的な大原則としまして、そのこの歌口がね、デコボコして深かったり細かったり、長かったり短かったりね、そういうことはまあ理に反するっていうことがあるんですね。うん、それから、そうね、あと、まあ、実験しましょうか。内側を掘るか外側を掘るかとかね、まあ、あるいはこうやって触った時 そのいかに認識しやすいかってことに関してね、これはいろいろノウハウがありますが、これはお見せしません。なぜならばこれはこここそが大事なところであって、ここはまあ、もちろん実際に手に取れば、手に取っておいていただければ便利に見えますけども、ここではお見せしませんよ。これは大事なところですからね。ただこちらのオコルソについてはこうなっているということはお見せしました。でその実際の違いについてね、今皆さんお気になった通りのね、音色だったわけです。でちょっと実験してみますけどね、これ前にもやったんですけども、一つの管を用いまして、これはただのね、制作する前の一本の管なんですけども、スポンと切ってありますね。で普通に吹けば普通に音出るわけです。普通に出ますね。まあいい音ですね、なかなかね。でこれをね、実験しますけども、この楽器のようにですね、要するに、歌口の部分と、反対側の部分、外側の部分をね、それぞれね、ちょっとだけカットしましてね、ノコギリでうまくカットしまして、で一旦カットしたかけらをもう一回セロテープで付け直しましてですね、わかりますかね、こう、わかりますね、こうかな、こういう状態、これ片っぽ、ほら、カットしてあるんです、見えますかね。でもう片っぽもこうやってね、カットしましてね、セロテープで取ったりつけたりしましてね、こうなってるね。要するに、こっち側もカットしましたね、からおっとっとっと、すいません、こっち側カットしましたね、からこっち側もカットします、両方カットしてね、全部外すとこういう山形に近い形になりまして、でこれをまた戻すとね、戻すと元の状態でただのノーマルなパイプに戻すことができるというね、そういうセロテープを使ってね、実験をしてみますね。これ前もやったんですけどね。で、どんな音色の違いがあるかをね、皆さんの耳でね、確かめてください。で、さらに、本当かと思う方はね、ご自分でやればいいね。自分でこの、簡単な実験ですからね、自分でなんかパイプを持ってきてですね、でそれ
両方綺麗にカットしてね、ちょっとだけカットして、実際のパンフルートと同じような状態に作っておいて、でソロテープでね、うまくそのつけるとね、うまく取ったりつけたりできるので、ちょっとやってみましょうかね。じゃあまず第一の実験、片っぽだけね、一方だけ外しました。はい、一方だけ外してみますよ。一方だけ外して、もう片っぽはちゃんとついてるわけですね。だからね、どういう状況かというと、実際の楽器で言いますとね、内側、服側が内側をちょっと深くカットして、外側を何もしないで吹いてみましょう。あ、その前に元の状態ね、何もしないフラットな状態からいきましょう。はい、何もしない状態です。全部ついてます。これはただカットしただけであってね。じゃあ今度片っぽ取りますよ。片っぽだけ取りまして、はい、取りました。わかりますかね。そうすると、手前の方だけカットした状態になりますから、まあこの楽器に近いわけですね。この内側をカットしてっても近いわけです。やってみます。手加減しないでちゃんと吹きますからね。ある程度吹くともうひっくり返ってしまうんですけども、まあ、このような音色です。戻します。ここまで出せるね。これを、もう一回取ってみます。どう頑張ってもね、どう頑張って本気で吹いてもね、出ないんですよ音が。戻します。取ります。要するにね、結論、手前側歌口側を深くカットしている楽器はダメです。はい、次の実験では、手前だけカットしちゃうんでは、ダメだってことを今証明しましたので、じゃあそれに合わせてね、外側もカットしましょう。内側と外側と両方カットしましょう。カットしてみましょう。つまり両側取ってみましょう。いいですか。じゃあまずね、何もしない状態に戻して、フラットな状態に戻して、これがフラットな状態です。じゃあここからね、両側を取ります。はい、1個取りまして、反対側も取りまして、両側取ったんですよ。だからね、山型になってるわけですね。まあ大体ね、だまあ普通この楽器もそれに近いですよね。この楽器も外側をカットして、内側をカットして、まあ結構山型になってるわけですね。だから正面から見るとね、こうやって波型に見えるわけですよ、でこぼこね。まあそのような状態、これは一般的に世の中に出回ってる楽器は大体こうなってますね。じゃあ吹いてみますよ。本気で吹きますよ。手加減しないでちゃんと真面目に吹きます。なんかその疑問の方はご自分でやってみてください。ですね、ちょっとちょっとクリアーな感じもありますので、音色は悪くないかなと思うんですけども、いかんせん音量が出ませんね。響きがないですね。すぐひっくり返ってしまう。じゃあ戻してみますよ。はい、戻しました、ね、フラット状態。ここまで出ます。はい、両側取ります。忘れないように入ってるだけね。戻します。つけます。急げ早くやらないと忘れちゃうからね、元の色ね。ということなんですよ。だからね、両側を、この楽器のように両側を深くカットしてる楽器というのは、まあ手前だけね、手前だけカットしてる楽器と比べたらマシというかまともかもしれませんけど、でも結局はね、どこまで出せるか、音を出せるかってことから考えるとね、やっぱりその理科の実験に戻るわけですね。そのスポーンと切ったのがいいわけですよ。でもう一個だけ実験しましょうかね。では、もう一回片っぽだけ取りますが、今度はね、手前は何もしないで、こっちは何もしないでね、取らないで、外側だけちょっとカットしてね、外側だけカットして吹いてみましょう。こういう状況ですね。片っぽだけ取ってみるということですね。じゃあまずノーマルな状態、何もしない状態で、フラットな状態で、いいですよね。じゃあ外側だけ取りますよ。はい、外側だけ取りました。で、手前は何もしないで吹いています。
外側はねちょっとカットしてもいいわけです。これはね、先ほどの理科の実験と矛盾するじゃないかなと思われるかもしれませんが、これは理由がありましてね、要はね、縦振動なわけですよ、縦振動。その縦にね、この空気の圧力が、ね、中の缶の中の圧力がですね、この縦振動して、要するに缶の中の密度がね、密度が濃くなったり薄くなったり、濃くなったり薄くなってっていう、そういう振動を繰り返すわけなんですが、その時ね、横からこうやって、息を吹き込むわけですね。その時にね、振動するためにはね、息の出入り口が必要なんですね。その空気の出入り口が必要なんですよ。で、外側をちょっとだけカットしておきますとね、そのちょ出入り口ちゃんと出たり入ったりできるわけなんで、ちゃんと振動するわけなんですね。まあ、これはちょっと私もね、全部全て解明してるわけじゃないんで、現象としては結論、まあ言っちゃいましょうかね、外側をちょっとカットするのはなかなかいいですよね。スポンと切ったのもいいですね。で、内側をカットするのはダメです。で、内側と外側を両方カットしてるのも、まあ、あまり良くないということですね。まあ、これが、今ちょっとやってみた実験の結果なんですが、この実験に対して何か疑問とかですね、いやそうじゃないんじゃないかなと思われる方は自分でやればいいです。ご自分でやってみてください。それが一番いいことですね。で、まあ話を戻しましょう。そういうことからね、いろんな実験とか、それから自分の経験とかね、まあ総合しましてですね、なんで世の中でこういう削り方の楽器が多いのかな、分かんないですね。多分ね、こんな簡単な実験なんですけどね、これはね、いい理由はですね、戻すことができるんですよ。一旦カットした状態をね、戻すことができるからね、即座にね、比較することができるんですね、この実験はね。ところがね、一回削っちゃったりするとね、もうそれを戻さないんでね、その反復実験とかね、比較実験がなかなかできないんで、ついついね、思い込みで削っちゃったらね、それで終わっちゃうわけですよ。で、そうすると、じゃあこれでいいのかなってことでね、やってしまうってことがあると思うんでね、こうやってすぐに戻してね、すぐに比較できる実験の方がね、実験としてはベターでしょうね。最後にもう一つ、今のは音色ね、絶対的な基本的な響きに関してなんですけども、で違いがね、ある程度分かっていただけたと思うんですが、もう一個大事なことはね、吹きやすさね、その吹きやすさ、吹きにくさ、半音操作しやすさ、それから管の認識のしやすさってことなんですけども、これに対してはね、これこそがパンフルート制作する人のね、どれだけ分かっててね、どれだけ楽器を分かって、どれだけ吹けてね、どれだけご本人がね、演奏についてできるのか分かってるのかっていうところの差が出るんですね。だから、私より多分その優れたね、演奏者がね、制作者がね、作ればもっといい削り方をするんでしょう。これはしょうがないですね。これはね、その厳然とした差があるんです。どこまで吹けるか、どこまで分かってるかによってね、削り方は全然違うんですね。で、私も以前はこのオコロソの楽器のような削り方でね、深掘りしてスポンと切って、かなりもうね、削ってるようなやり方を以前やってましたが、今は決してそういうことはしません。それではそれよりもっといい方が分かってるからです。で、それについてはね、お見せしませんよ。これはご自分でね、この楽器をお買い求めいただくか、試奏するかすればね、その時確かめられますけども、今ここではお見せしませんが、削り方は違うんです。でね、認識しやすいためにね、ここを認識しやすいために、ここでこの管が当たってるかどうかね、認識しやすいためには、それなりにいいやり方があるわけですね。はい、それは、それぞれの制作者、演奏者による、差があるわけです。ということでですね、今日はたまたまね、このコロソという楽器を見せてもらいましたのでね、良くも悪くも比較していただけたんじゃないかなと思います。それから最後もう一個ね、もっと違うことがあってね、この台の部分なんですけどね、この楽器のいい点はね、率直に私認めざるを得ませんけども、とても綺麗に上手に作ってありますね、この台をね、収納とかね、これはね、素晴らしい、さすがに熟練した作り方だなと思ってるんです。で、私の方もね、なかなか自分ではいいと思いますけども、まあこっちの方がおしゃれはおしゃれ、確かにね、おしゃれですね。ただね、先ほどのビデオでもね、その細かく映したビデオでも申し上げましたけども、ね、演奏者の立場としましてはね、パッと持った時の
手触りのフィット感というのは、ね、大変重要でですね、スッと持った時にそのいかにこの手のひらの中でね、スポンとね、収まるかというのは、これは大変大事なファクターなんですよ。で、もちろん自分が作ってる楽器に関してはね、それは意識してね、非常に意識してここの部分をね、いかに手にフィットするかっていうのは、これは本当大事なんでね、そのように作ってあるんですけども、そのためにはね、ここの部分をね、手の形に合うようにね、まあ、それなりに、なんですかね、カーブがあるわけですね。その丸みがあるわけですよ。これはその手に合うように、うまく丸みをつける必要があるんですけども、その時にですね、このオコルソの楽器のように、もともとから薄い板を3面貼り合わせた場合にはね、どうしてもね、ここはね、角は取れないんですね。角取っちゃうと接着できませんから、この部分はね、どうしても角が残るわけです。これで手に持った時にね、フィットしないわけですね。まあ、慣れもありますけどね、慣れちゃえばいいのかもしれませんけど、まあ、私には全然フィットできないわけです、ここはね、ここの部分が。ここはちゃんと手にフィットするように、それに合うようにね、もともと厚い板、これ5ミリの糸を使ってますけどね、5ミリの板を使って、その後から削っていくんでね、最終的にはその厚いとこ、薄いとこできるわけなんですけど、その持った時の感覚がね、フィットするように作ってあります。これは大きな違いでね、実際に演奏するときにですね、とても大きな違いですね、うん。まあそういうこともあります。では最後に、ちょっと長々とね、言いましたけども、なんていうか、せっかくだから、それぞれの楽器で一曲ね、なんかちょっと、短いメロディーを吹いてみましょうかね。もうそろそろ春が来ちゃうんですけどね、冬も終わりなのかな、ちょうど音階的な曲でね、じゃあまずこのオコルソの楽器を使いまして、この曲吹いてみましょうか。冬の星座をちょっとね、ちょっと触りやってみましょうかね。途中で止まるかもしれませんし、出ない、これ出ない音もありますからね、それはちょっと申し訳ないですね。低いんですけどね、ちょっとやってみます。一緒に吹いたんでちょっと感覚が違ってね、申し訳ありません、間違ってしまって、まあ音色の違いをね、分かっていただけたんではないかなと思います。でですね、最後に、申し訳なかったことが一つあったんですよ。それはですね、一つは先ほどちょっと言いましたけどもね、そのできる限り生の音でどれだけ響かせるかってことも大事でありまして、
世の中でね、一般的に行われているね、一旦マイクロフォンに集めてですね、集めて、でミキサーで処理してですね、でリバーブかけて、それでステージで受けましてもね、演奏するっていう方法は、まあ、やむを得ない場合はやむを得ないんですけども、まあ、できる限り避けてですね、生の音で響かせたいということがございまして、そういうことを念頭に作っておりますね。で、実際の響きに関しましては、つい先日ですね、ある教会におきましてね、パイプオルガンと一緒に演奏しましてね、何曲か演奏させてもらいました。由美町本郷教会というところで演奏させてもらいましたので、その、動画もね、ビデオもアップしてありますから、そちらの方もご覧いただけると、ああ、実際にこのような響きになっているのかということをね、分かっていただけるんじゃないかなと思います。それとですね、もう一つはですね、これはちょっとその、なんですかね、また別の話ということになるかもしれませんけども、我々日本人のね、いいところと悪いところがございましてね、いいところというのは、一旦何かをね、始めて取り入れたときにね、それをやはり日本人はコツコツと改良してきましてですね、どんどん自分で気づいたことを直していきまして、より良いものを作りたいという基本的な欲求は非常に強いわけでですね、そういう気持ちは私ももちろんあるわけですね。その点、それについてはですね、楽器のね、もちろん楽器そのものの制作とかね、音色に関してもそのような気持ちがございますし、それからそれを使った演奏ね、演奏におきましても、演奏技法におきましてもですね、やはりどんどんこのパンフルートのね、演奏技法というのは自分なりに日本人でなければわからないこともありますからね、そういうことも含めてですね、どんどん追求していこうという気持ちがございましてですね、そういう点ではね、日本人の良いところをどんどん発揮していきたいなと思ってるんです。でところが逆にね、その日本人の逆に欠点もあると思うんです。どういうところかというとね、一言言っちゃうと、なんていうんですかね、舶来信仰っていうんでしょうかね、外から来たものはいいものであって、日本人が作るものは大したことないっていうのはね、無意識のね、その思い込みが私もあるかもしれませんしね、世の中一般、パンフルートを取り巻く世界ね、皆さんの日本のそういうところあるかもしれませんでね、外国の楽器は無条件に素晴らしい、で日本の楽器はそうでもないという無意識の、ね、潜在的な意識にあるかもしれませんし、演奏に関してもね、外国の演奏家は素晴らしい、日本の演奏家は大したことないという、現実的にね、今までそうだったかもしれませんけども、それは自分なりに打ち破りたいねという気持ちは非常にありまして、だからその拡大進行を何とかしてね、打ち破りたいという気持ちは楽器の面でも、それから演奏の面でも私は思っておりますのでね、できるところまでね、やりたいと思っております。だから先ほどの、マイクを使わないでね、生音で勝負したいってことも、これも自分にとってはね、大事な勝負どころではあると思っておりますし、それからさっき今申し上げました、その舶来信仰をいかに打ち破るかっていう、日本からさらに良いものをいかに発信していくかってこともね、自分としては大きなテーマだと思ってやっております。ちょっと偉そうな体現総合かもしれませんけど、それは実際の演奏か実際の楽器でね、やっていくしかないと思ってますから、できる限りのことをしておきたいと言いたいと思います。ということで、結構長いことね、これは、おこるその楽器をネタにしましてですね、いろいろと喋らせてもらいましたけどもね、なかなかでもはっきりと違いが分かっていただけたんではないかなと思うんでね、さらに私もね、頑張ってやっていきたいと思います。で、問題はね、この楽器をその修理して、そのドとレの音を修理できるかどうかっていうところでね、とりあえず直接的に預かったんですけど、ちょっと迷ってますね。せっかくいい、綺麗な台を取っ払ってですね、このドとレだけ取り替えるのがいいのか、あるいは、もう新しい楽器を使ってもらった方がいいのかね、私自身は、気持ちはありますけどね、ご本人のその気持ちもありますから、この両方とりあえずお渡ししてね、吹いてもらって、でその上で判断してもらおうかなと思っております。ということで今日は、楽器の比較をね、いただきました。ではまたね、これからもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。さよなら。